俺の股間は AWM。はい、どうも、スコアです。今回はですね、皆さんですね、車の脇位置とかそういうのは、把握されている方多いと思うんですけれど、実はですね、銃の脇位置ってのも、ある程度傾向があるんですよね。これは実は中国の公式サイトが、もう公式にですね、発表されているんですけれど、比較的強い武器と、ちょっと比較的弱い武器。例えば強い武器だったら CS とか M4 ですね。弱い武器だったら、ショットガンとか、そういうのが出やすい場所っていう傾向ってのが実はその街によって決まっているんですよ。今回はそんなですね、傾向をですね、実際ちょっとお話ししていこうと思います。ちょっと実際中国の公式サイトの方に移っていきますね。はい、それでは移ってまいりました。こちらが中国の公式サイトにあるマップですね。今黄色で映っている位置が、基本的に強めの武器が落ちやすい場所としてですね、表示されている場所になってます。例えばね、都心深紅だったりとか、サッカー場だったりとか、そういうところがですね、比較的強めの装備がドロップしやすい、スポーンしやすい場所としてですね、今映っているような状態ですね。で、弱い武器に関しては、この青ですね。青の場所が、比較的弱めの武器が落ちやすい場所です。こんな風に実は明文化されていたんですよね。マップとしてはですね、このマップ自体は、中国のプレイヤーが作ったものにはなるんですけれど、公式が出している情報なんで、さすがに嘘ってことはないと思いますから、こういうのを参考にしてみてもいいと思います。で、車の脇位置とかも実はね、こうやってね、マッピングされているんですよね。これすごいですよね。もう出てます。で、船とかの位置とかも出てますんで、今回このページのですね URL を概要欄に貼っておきますので、皆さんよかったらそちらの方を見られてみてください。こんな感じでですね、いろんな情報を動画にしておりますので、チャンネル登録、高評価、通知のオンよろしくお願いします。Twitter やってます。フォローバシロと言われましたらフォローバしますのでよろしくです。 TikTok、クビラティブ、この2つもやってますので、そちらの方もよろしくお願いします。それでは。